はい、皆さん、こんにちは。本日は J1 第14節とですね、J2 の第17節の AB をしていきたいなと思います。今、動画を撮っているのが5月25日の、午後10時かな、なんですが、ね、試合をちょっと鹿島対鳥栖をね、たまたま仕事から早く帰ってこれたのをちょっと見てまして、ね、今日は、結果ね、J1 とかの、特に J1 の結果を見てて、なんかサッカーの神様が今日は日本に迷われてきたんだなって思いました。なんか先日を超えた試合っていうのもなんかたまに見るのもね、すごく感動して、なんか J リーグって面白いなってちょっと思わせていただきましたね。なんかあんまりね、肩肘、なんかそういう風に力を入れずにこうやって純粋に楽しむのも、日本のサッカーを見る上では醍醐味だと思うので、なんかどうだらこうたらってあまり深く言わずにね、なんか見ていただきたいなと思いますし、そうすることでもっとね、サッカーの裾野もね、広がってくると思いますので、そういった形で見ていただきたいなと思います。はい、では行きたいと思います。はい、こちらですね。こちらは延期分の試合が、ありましたので、ミッドウィークですね。先週のミッドウィークにありましたので、ちょっとここの部分をお話ししていきたいなと思います。でこちらはね、まあ、ACL 組ですね、の4チームが戦った形になるんですけども、浦和と横浜 F マリノス見てたんですけども、たまたま、非常に面白かったですね。ユンカー、戦術ユンカーっていうのを見せていただきましてね。なんか非常に面白い試合だったなと思います。そしてね、大宮対岩手もね、岩手がアディショナルタイムにね、ゴールを、劇的なゴールを決めて勝利したって部分があるんですけど、で南選手がちょっとここでね、アキレス腱をやっちゃいまして、でどうするかってね、インスタでちょっとトロしてたのが、ちょっと非常に、こんなベテランのいい選手が、こんな形で終わってほしくないので、個人的には、もう一回復帰はしてほしいんですけども、なんか、とりあえず、頑張ってほしいなと思います。まあ、J3 はこんな形で、ちょっと鳥取が厳しいなって部分と、これでね、相模原の高木監督はここの試合を持ちまして解任となりました。はいですね、こちら J1 の第14節ですね。こちらは、土曜日に8試合、日曜日に1試合という形でした。まず、そうですね、個人的に、やっぱセレッソ対ガンバかな、ちょっといろいろありすぎたんですね。はい、まずは一つ。ね、大阪ダービーということで3対1でセレッソが勝ったんですけども、前半はガンバ、後半はセレッソみたいな感じで、非常に見応えのある試合でしたね。ただ、ちょっとガンバのサポーターはやってはいけないことをたくさんね、してしまって、で、結局処分が下るって、原発の処分が下るって形だったので、物を投げるっていうのは、サッカーとかのレベルじゃなくて、人として正直ダメだと思うので、でしかも、なんか堂々と投げるっていうのも全然ね、悪いことなんですけど、こっそり投げて逃げるようにしたって今の時代特定されますから、そういったことをね、子供がね、見ている前とか、で、おじいちゃんおばあちゃんもしかしたら見に来てるかもしれないので、そんな前でちょっとやってはいけないと思うので、ここは、別にガンバが嫌いとかっていう部分ではありませんし、非常にいいチーム、いいね、サポーターも多くいるのも知ってますし、なんですけど、そういったことはもう二度としてほしくないなと思います。これはね、僕の好きな鹿島アントラーズのサポーターもそうしてほしくないですし、暴力沙汰もあったことありますし、そういった方たちはね、もう許せないので、本当にやめてほしいなと思います。なんか結局、せっかく3対1で最後奥野選手のカウンターでポンっていいゲームだったのに、全部それで、なんか残念なゲームになってしまうのは非常に残念なので、はい、どうにかしてほしいですね。はい、次ですね、湘南対神戸ですね。こちら2対1で、まあ、湘南の勝利だったんですが、まあね、囲むみたいのがありましてですね。ただ、ね、なんか、最後イニエスタ選手がこうやめろやめろって言ってたんですけど、あれ正直鹿島の選手もなんかたまにやってることなので、なんかあれが、なんかもしもそれで侮辱的なね、言葉みたいの言ってるとかだったらちょっと話は別なんですけど、なんか、そこまで、っていうのが正直なちょっと感想です。あれはね、ハンドっていう部分もありますけど、やっぱ神戸としては、ちょっとね、今村出身の、ちょっと笛に対して、ちょっと、多分ずっと一、この試合中フラストレーション溜まってるような形だったので、そこでちょっと爆発しちゃったんじゃないかなって、ちょっと、擁護は、ちょっと、しちゃう部分はありますね。別に湘南とかが悪いとかってわけじゃなくて、湘南も非常に良かったですし、はい、町野選手の2ゴールという形でね、非常にいい試合でした。で、一方、まあ、浦和対鹿島、もうね、浦和さんものサポーターの一部の方も歌って、バス待ちで歌ってとか、で、まあ、今回3万5千人ぐらいかな、埼玉スタジオに入ったんですけども、まあ、そこでも声出して、ちょっとやっちゃってみたいな。ここでちょっとガンバとの、フロントの差がちょっと出ちゃってる部分もあると思うので、ね、今の野々村さん、チェアマンが全部現場に任せるという形なので、
っていうふうに、ね、公言はしてるので、これで浦和の、フロントっていうか、その方が、それに、まず与えなかったも与えなかったも仕方はないんですけど、ね、そうやってまた比較をされてしまう部分もあるので、例えば鹿島が同じことをね、もしもやったとしたら、それは厳罰を下すべきだと思いますし、そんなの、ね、サポーターですけど関係ないので、はい、してほしいなと思います。ね、まあ、試合もね、すごく締まってて非常に面白かったですし、最後、前半のはもう鹿島がどんどんどんってやって、後半が浦和どんどんどんって形でも非常に面白かったですね。ただ、この試合をちょっと見た後にこの試合を見たので、笛のレベルの差、西村主審の笛のストレスのなさ、そして今村主審のストレスの、ありすぎさ、ちょっと審判の差をなんかまざまざと見せつけられた試合だったなと思います。改めてやっぱ西村主審は非常にいい審判だなと思わせていただきました。はい、最後ですね、まあ、福岡対 F ・マリノスですね。こちらも、まあ、つばはっきりと変わったりして、ちょっとこのね、ゲームで、この説はね、閉まったゲームとかもたくさんあったのに、なんかちょっといろいろ問題があってって形で、非常にちょっとね、残念な、部分が結構多い、J1 の第14節だったかなと思います。ちょっと振り返りがちゃんとできなくて、ちょっとすいません。はい、こちらですね。こちら J2 の第、17節だったかなの試合になりますね。はい。まずですね。まあ、熊本対千葉、相変わらずの千葉のね、アディショナルタイムの点決めちゃうパターンのやつとか、秋田対ヴェルディのね、3点取って決まったと思ったら、秋田の粘り強さで3-3に追いつくとか、ね、新潟が開始20何秒でゴール決めちゃうとか、本当にドラマチックなことがたくさんありましてですね、非常に、土曜日の試合は面白かったですね。はい。ね、あと、水戸対岩手もね、マツケン、キーパーの松山選手の、ありえないキックミスをね、新里選手にしっかりと決められてという部分ですね。あれは誰も擁護できないですけど、なんかあそこですぐ駆け寄って、大丈夫だよって言う選手もいていいと思うので、うん。それはね、岩手もね、一丸って言ってるだけ、ちゃんとそういうとこはしてほしいなとは、ちょっと思ってしまう部分はありますね。あとは、そうですね、琉球対甲府も、吉田監督が非常に悔しがっていたんですけど、ね、ですし、琉球は木名監督がちょっとコロナだったので、ヘッドコーチが代わりに入ったんですけど、なんか両者悔しいな、みたいな感じを醸し出していたのが、ね、追いついた側の吉田監督の方がなんか個人的に悔しがってるちょっとイメージがあったので、ね、やっぱり、ね、両チームとも勝ちたかった試合だったかなと思います。やっぱ、ね、非常に面白いゲームだったかなと思います。そうですね。あとは山口対、長崎ですね、日曜日の。こちらも、長崎本当に前半パーフェクトの試合してたんですけど、やっぱコンファーになったら山口がどんどん自分たちのペースにしてきて、っていう形だったので、やっぱこうシーソーになるってね、やっぱ非常にね、面白いなと思いましたし、ね、ちょっと見るのも大変だったんですけど、改めてね、J2 のね、いいゲームをたくさん見させていただきました。ありがとうございますと。なんか感謝の気持ちばっかりですね。はい、こちら順位表になりますね。第14節時点で、これでようやっと全、チーム、ね、試合数が揃ったという形になります。はい、まあこんな感じでバーッと見ていくんですけども、まあ、そうですね。まあ、なんとも正直言えない部分が大きいんですけども、やっぱり、浦和とか含めて、ガンバとか含めて、ちょっと苦しいなって思う部分がありますし、ここでウィッセルがちょっと、降格争いちょっと、落ちちゃったかなっていうイメージをちょっと持ってしまいますね。まだ、ね、ただ全然だと思いますので、言うとね、前半戦が終わって、今からじゃないな、中盤戦ちょっと入りたてだと思うので、こっからどこのチームが抜け出すか。そして、残留争いに引き込まれてしまうかっていうのは、また見物かなと思います。はい、こちら J2 の第17節時点での、順位表となります。ベガルタ仙台が一歩抜け出したという形になりますね。まあ、あとは上位陣はアルビレックス、横浜FCがついてという形になってきているかなと思います。ちょっと上の3チームがやっぱ抜け出しつつあるイメージはちょっと思っていますし、まあ、ただね、これ見てわかる通り、モンテリオから、まあ、ツエーゲンまで6位から17位まで勝ち点3位内なんですよね。なんで、簡単にぐるぐるひっくり返ってしまうと思いますので、J2 はまだ全然わかりません。で、ここ下3チームもね、ちょっと団子状態に非常になってますので、まあ、ここどうなっていくかなっていうのを非常に楽しみにしています。はい、最後ですね、J3 ですね。こちらも第9節時点の、試合になります。まだ試合を行ってないチームね、1試合少ないのがありますけども、まあ、こんな形になってますね。相模原がやっぱ全然伸びてこない部分も非常に大きいですので、まあ今後どうなっていくのか、まあ非常に見ものですね。
まあ、あと、このゲームに関しては、YSCC も結構ね、守備固く、そして攻撃も流動的にいっていたので、このね、試合を続けていけば勝ち点と勝ちっていうのはもしかしたら取れてくるのかなと思いますので、まあ、今後もね、ぜひ見ていきたいなと思います。はい、それでは、本日もありがとうございました。ね、ちょっとね、特に J1 とかは、ちょっと残念な、試合というか、試合自体は良かったんですけど、そのね、関係ないところでちょっと残念だなと思う部分があったので、で、改めて日本には日本のルールがあるということをちゃんと認識をしていただいて、で、海外がこうなってるか、なんで日本だけっていうのではなくて、まあ、日本にの J リーグ、日本にっていう限りは、やっぱそこは遵守していかないといけないと思いますし、これは選手もサポーターも一緒だと思いますので、まずは今のルールに従ってちゃんと楽しむべきだと、僕は思っています。これでね、まあ、意見あるのももちろんわかりますし、声出したいという気持ちはもちろんわかるんですが、本当のサポーターはちゃんとルールを守って楽しむっていうのが本当のサポーターだと個人的には思っていますので、ちゃんとルールを守って、まずは楽しむことが大事だと思います、ルールの中で。ですので、まあ、ちゃんとね、サポーターがルールを守るから、ね、成り立つっていう部分もありまして、それで選手がね、無理なね、選手に心配をかけなく、選手たちが伸び伸びとプレーできる環境を整えるのもサポーターの仕事だと思いますので、ぜひ、ルールを守って楽しく観戦ね、していきたいなと、思っております。はい、それではご視聴の方ありがとうございます。チャンネル登録や高評価の方お願いいたします。では、また。